ないことは確かのようね。不老不死の霊薬、あれれ、あなたに見つけられるかしら。おかしいぞ。今回はラン姉ちゃん使っていきます。で、性能こんな感じで、麻酔原則の27適正よっていうのと、最初に触れた敵を空手で攻撃しますよっていうのなんですけど、ワンパンできないっす。なんでかなこれ。多分、いや、ほんとこれ作った人さ、性能、あれれ、おかしいよみたいな感じになんなかったのかな、テストプレイして。まあ、なるわけないからこうなってるんですけど、はい。直殴りはね、これ、ちゃんと乗ってるんですよね。その、直殴り乗らなくて、ゲージ超えたら終わっちゃうみたいなのは、なんだっけ、レイジさんとかワートリの、ああいう人とかいるんですけど、おそらくね、直殴り乗って、ゲージ飛ばせないっていうのは、おそらく歴代初。おそらく歴代初姉ちゃんなんですよね。だから今回は、まあ、この初姉ちゃん使って、27やっていこうと思います。っていうか、ワンパン狙いじゃなかったら、結局27適正っていうところしかないんで、はい。で、一応貫通だったら、なんだっけ、呪術廻戦コラボの、釘崎がいるんですけど、あっちは貫通で、超原則とかも持ってないから、まあ、こっちの方がおそらく強いんじゃないのかなーって思ってね。はい。これ挟まって倒します。で、一応パワー型だから、まあ、過激今1万乗せてるけど、これで敵2フレで攻撃通るようになる。だから普通の星6適正キャラたちと大体同じくらいになってくんじゃないのかな。はい。これ挟まって削ります。OK!おお、ここ本当になんか運ゲーだもんね。なんかどういう挟まり方したらいいのか私わかんないみたいな感じだから、あ、すいません、ごめんなさい。で、ここも挟まって。でもこれで倒しちゃったら、よし。たまにはちょっと、ゆっくり回って SS 貯めないと、ちょっと大変ね。ここでやっていきます。はい。ここでいい感じに削る。あとね、このラン姉ちゃんの友情。ぶっちゃけこの反射上食弾。これ、ネタでしょって思ったんですけど、意外と強いね、実は。プヨ倒せたりとかするし。あー、これはここで2フレかな、加速入れて。はい、すいません。で、いや、ランネちゃんなんですけど、これね、まあゲージ飛ばしまあできないっていうのは、いやー、なんとか運営さんがバグでしたって言ってくれること信じそのままなんですけど、はい、一応アルタイルとかがいるから、それと合わせてアジン交互で、すいません、アジン交互で持って、なんかいい感じにできるんじゃないのかなって思ってね。まああとは本当に適正ない人は、どうなんだろう。まあ、その、何使ってるか、ちょっとその人次第だから分かんないけど、はい、はい。結構強いんじゃないかな。で、このラン姉ちゃんの角もさ、ネタと思ったんですけど、まあ、これ言ったらさっきも強いっすよね。プヨも処理できたりとかたまにするし。だから、まあ、その辺の使い勝手はある程度知ってんね。これは多分上に来そうだから、ちょっとそのままにしとこう。はい。あと今日ね、あ、なんだっけ、あのキャラ、名前が出てこない。モンストクローバーか。あれが重心化返して、一応ここの適正にもなってるんですけど、まあ、あれよか、圧倒的にこっちの方が強いね、ラン姉ちゃんの方が。モンストクローバーは攻撃型だから攻撃力低いし、あと、超原則とか何も加速要素持ってないからさ、ここのクエストにおいて。だからラン姉ちゃんの方が強いね。でもラン姉ちゃんと言ったら、いや、私、なんか記憶に残ってんのは、なんだっけ、漆黒のチェイサーだったっけ、ラン姉ちゃん銃弾避けるやつ。知らない人に言ったら、え、ラン姉ちゃん銃弾避けれんのみたいな感じになるけど、避けます。まあ、知らない人は、まあ、フールとかそんなんで見てね、みたいな感じですね。はい。挟まって倒す。いや、でもこのラン姉ちゃんの今回ね、いや、サムネちょっと頑張ったんですよね。前回の動画で、いや、サムネ今回頑張るって、このそろそろ頑張るみたいな、友達からもお前のサムネは30万人の登録者のサムネじゃねえみたいなこと言われたんで、ちょっと頑張ろうかなって思ったんですけど、ちょっと今回はね、サムネ頑張ってみました。あの状態のラン姉ちゃん撮るのに30分くらいかけましたね、配置とかもろもろ考えて。で、金ハートあるから配置はそんなに気にしなくていい。で、攻撃はプヨだけだから、ここ挟まって、はい、OK。あ、ほらもう、ラン姉ちゃんの友情で倒したもんね。これがなんか、すごいいいところになってくんじゃないのかな。で、これ挟まって倒す。いけるかな。で、ラン姉ちゃん、おラン姉ちゃんの SS 使いね。いやー、これどうしよう。最初に触れた敵に空手だからさ、まあ、とりあえず、4フレかな。私最高4フレしか見たことないんですよね。5フレはまだ見たことない。はい。で、最初に触れて、プヨがやっぱりいるからさ、ちょっと微妙いんですよね。で、これ、はいはいはい。で、これでランダス。あれ、すいません。じゃあ、一回どっかで見せたいな、ラン姉ちゃんの5フレ殴り。なんとかうまいこと5フレ殴りしたいんだけど、いやー、これどうしよっかな。ここの間挟まったら絶対無理だし、ここでバウンドしていい感じにいけないかな。はい。どう？触れてる？これ。触れてる？5フレしてる？どう？
まあ4フレ5フレこんな感じですね。はい、でこれで本当だったらゲージ飛ばしとかも狙えるんですけど、まあそれやっちゃうともう何もできなくなっちゃうというか、絶対ゲージ飛ぶんで、はい、まあ、それの蘭姉ちゃんのゲージ飛ばすとかも見せたらいいんや。はい、挟まる、しかまる、ナルトコラボ。でも蘭姉ちゃんもいつか黒の組織とやっぱり関わり持ってくんのかな。なんかすごい、ほら今のコナン君だとすごいなんか黒の組織との関わりを避けてるじゃないですか。でもいつかやっぱり最後の方になってきたら、んー、やっぱり関わってくんのかな。それでちょっと見てみたいもんね、ジンを空手でせいやーってやってぶん殴って壁にめり込ませて、ううみたいな。でコナン君出番なかったみたいな、そのうちちょっと見てみたい。はい、で挟まって倒します。いやー、やっぱダメっすね、頼む。いやー、移動もしねえし。じゃあこれは、薄くいっての、いやダメだな、これをやっぱこうか、これでいって、はい、よし、 OK、 挟まりました。で友情で、いやこれ意外とこの友情でぷよ処理できるっていうのはあんまり他のキャラで、いやダメだ、わかる、最近私ポラリスボコボコでやってるからポラリスで楽しまくってるからちょっとよくわかんないな。そしたら、あー、でこれは SS 使ってフレームいって、うーん、こう打ってぐるっと回って、これでどうだろう。はい、はい。で、加速入れて。いや、思ったのとちゃう、これはちょっと狙ってないっす。いや、もう、あそこの蘭姉ちゃんに触れて上みたいなこと考えてたけど、無理でした。そしたら、2フレしないと結局無理だからさ。で、あと硬直で倒すとすげえ大変だから、あんまりやりとうない。うん。横間で触れてって、多分これでいけるかな。はい。たくさん触れて、で、これで貫通になる。で、これでここの間入って、カカカン、オッケー、よし、いや、これやっと来た。いや、さっき、この動画撮ってたら、もうここでヒットストップをここで倒しちゃったもんね。できればラスゲまで、ちゃんと蘭姉ちゃん見せたいよ、みたいな。あと5フレも見せられてん、うわ、もうダメやで、これ。いや、なんとかちょっと5フレ蘭姉ちゃん見せたいな。5フレ蘭姉ちゃんも1回見せたいもんね。はい、はい。で、ここ間で。あとは、これで、あ、そうだ、今日はね、ちょっとこの動画で、今日は多分動画終わりかな。ちょっと私ね、昨日、コロナワクチンの接種ってきたら、今、ちょっと副作用で、もう関節痛がやべえみたいな感じなんで、ちょっと、はいはいはい。関節痛がやべえみたいな感じなんで、ちょっと、今日はこれで終わりかな。まあ、裏で、キッドの招待状でも集めとくわ。で、SS 使って、最初に触れた敵に対してだから、こう打って、間すり抜けて、ジョルノロキアに殴っとけばいいんじゃないんでしょうか。はい。よし。あとは適当に暴れれば、多分、いけんじゃないのかな。よし。で、これでジョルノロキア。いや、でも意外とこの、ボスに削るというよりは、ジョルノロキアを削りに行くみたいなことを考えた方が強いのかな。で、覚醒します。いや、これで、うわー、どうだろう。ちょっと意外と蘭姉ちゃんのこのワンパンできないよっていうところも、ちょっと見せておきたいね。だから、ここで間に挟まるんじゃなくて、最初に触れるでしょ。こう触れてって暴れて3フレは絶対できるから、はい、それであとはちょっとうまいこといかないかな。はい、いや、やっぱ3フレが限界か。どうだろう、あ、いける、ほらほら、ちょっとこれ悲しすぎる、頼む運営さん、これをバグと言ってくれ、すいませんでしたって。ゲージ飛ばせるようにして、そしたら意外と使えるワンパンキャラになるかもしれないから、終わります、ごきげんよう。